はいえー、前回の動画に続けて撮ってるんですけど、えー、この動画では、えー、まあ中国今2020年9月時点でコロナどううなのっていいい話をしたいと思います、はい、で、まあ、今回そのコロナの騒動って、まあ、今年の1月ぐらい、まあ、去年の12月ぐらいからちょっとささやかれてた感じで、まあ、一気にこう、まあ、中国でまず判明して、えー、そこから世界に広がって大惨事になってるっていう状況だと思うんですね。 今もたくさんの人が感染して苦しんでいらっしゃって本当にすごいあの残念であのいたたまれないことだと思うんですけどでまあそ,の状そんな感じで今中国、まあ、僕がいるのは上海ですけどどういう状態なのかっていうことをちょっと話していきたいと思います。でまずあの僕はいいわゆる中国で中国国ででのの武漢であのすごいあの大量にに感染した状態の時に あの上海にいたんですよでその時はまだまだあの外国ではほとんど出てなかった状態ですねで僕も本当に怖くてもう武漢がすごい大変なことになってるとで僕はあの武漢の近くに住んでる友達とかもいるんでなんかもう話聞いてやばいみたいなことになってたんですよねでもうその武漢の人もかなり逃げてきたりとかするんで上海にでちょこちょこもう僕が普段通ってるスーパーとかでももう倒れて救急車で運ばれる人とか出る状態になったんですよで あのその時ちょうど中国の春節と被ってたんで、あのーまあ、そもそもその春節みたいな時期って、まあ、中国人はもう,もう実家に帰省するんですよねでだから上海みたいな大都市とかってその田舎から来てる人が多いんでそのほとんどの人がいなくなっちゃうんですよでそれであの店とかも普段もこう春節の時期って全然経営しなくなったりするんですよねでそれプラスコロナが来たんでもう 僕が今まで普通に生活してたご飯食べるとことかそのデリバリーとかも全然機能しない状態になっちゃったんですよね。で、マスクもその時全く手に入らない。もしアルコールももちろん手に入らない。もう何もかももう機能が停止した状態になっちゃったんですよ。まあその時の、えー、動画もちょっと他のチャンネルで上げたんですけど、で、これはもうさすがに無理だと思いまして、僕もともとあんまり帰るつもりなかったんですけど、日本へ帰ることにしました。 それが1月の末ですねで日本に帰ってまあその時はまだまだ日本も少し感染者,感染者出たけど全然こう危機感は薄かったんですよね。うんそうなんかコロナみたいな、まあ、中国から帰ってきたのお前大丈夫たいなそれぐらいの感覚だったんですよ。で僕はもうその時に中国でもうすごい怖い思いをしたんでもう日本でも必ずマスクであとゴーグルもしましたね。ゴーグルもしてまあできるだけこの 自分の母国である日本ではその感染してほしくないって思ったんでその僕が率先してこうマスクとかゴーグルをつけることによって、まあ、その他のそれを見た人とかも、まあ、心配な人とかあこういう人もいるんだじゃあ私もやまなきゃいけないかなとかあ私ちょっと今までやっぱそういうゴーグルとか本当はしたかったんだけど周りの目がちょっとあるからあんまりしづらかったんだよねとかそういう人たちがこうつきやすくなるんじゃないかと思ってそういうふうに僕も率先してやってるんですよ。 なんだったらあのあれも持ってましたからねあのガスマスクみたいなやつでまあ、そんなその時は本当にまだまだ全然コロナの脅威分かってなかった状態ですね日本人がでそんな感じで僕もまあ自粛、まあ、自宅で2週間あの自粛してその後、まあとそこそこちょこちょこ日本で活動はしてたんですけどでそんな感じで過ごしてたらまあいつ日本に帰れるかわ、まあ、からない あゃゃ中国に戻れるか分かんない状態ですもう次の楽器がいつ始まるかもちょっと分かんない状態でで、まあ、日本も徐々に感染者増えてきてでそれで僕、まあ、適当に学校からアナウンスあったら帰ろうかなって思ってたんですけど中国にそしたら何て言うんですかねある日中国が日本からの入国,入国者にこう必ずあの2週間の。 隔離措置をつけるっていう,ふうには発表をしたんですよねであそうか実はその時はどん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 あの中国では収束傾向にあったんで、ね、あの逆にちょっと日本の方がやばくなってきた時ですね。あじゃあこうでそういう隔離措置をするっていうふうに発表があった時にまあ普通に考えたらもしかしたらそこあじゃあそんな状態になったらわざわざ行く人いないよねっていうふうに思うかもしれないですけど、まあ、僕はその時に思ったのが。 このままどん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 中国が鎖国していくんじゃないかって思ったんですね。でまあその例えばその時は多分日本と何カ国かってあったんですけど、まあ、そすぐに全世界の人全世界どこから入るのにも隔離措置で最終的にあのー、全世界もう外国人は全く入れないっていう状態まで中国になったんですけど僕はだからそうなる前にそれをなるのが怖くて中国に入れなくなるっていうのが一番怖かったんでもう。 隔離されてもいいから中国に飛び込むことを決めましたで学校からももう外国に帰った留学生は絶対に中国に戻ってくるなっていうようなアナウンスをされてたんですけどまあ僕はちょっとそれを無視して、えー、強行突破しましたであの中国に着いた段階で学校に連絡してあ、まあ、ちょっと怒られましたけどまあもう入ってしまったのは仕方ないということであので、ーえー、まあそのまま中国に隔離されることになりましたで、まあ、空港入ってから ちょっと隔離中の話って結構僕なんか誓約書みたいなの書いてあんまりこう多言無用みたいなそういう感じだったんであんまり詳しく話したくないんですけどまあすっごい徹底ぶりでしたねもうこれはあの収束するだろうぐらいな気持ちでもう詳しくはすいませんあのここではちょっと怖いんで話したくないんですけどああこんなにも徹底するんだって僕もう日本に帰った時ってもう全然もう成田に降りたんですけどもう全くこう検査とかなかったんですよねもうゆるゆるで。 もう中国から来た中国人の人もマスク外してもう電車の中でわあしってるぐらいな感じだったんででも逆に日本から中国に入った時はもう徹底っぷりが半端じゃなかったですでそれもびっくりしましたねでその後隔離生活を終えて中国でこうあのまあ活動できるようになったんですけどまあその時はまだ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 ,まだこう自粛というか中国ではそういうムードだったんですよねであの実際にその感染者数まあ中国発表ですけど もうかなり落ち着いてんですよ上海は、まあ、もう感染者出てもほぼもうその空港とかで足止めしてるっていう状態になってるんですねで、まあ、4月ぐらいに僕がもう活動し始めてあの、まあ、その時どういう感じだったかというと実はあの中国人たち中国人本人たちはもうかなりコロナ,コロナを怖がっていて もう全然家から出てない状態でした。まあ僕が普段遊ぶエリアとかってやっぱり外国人が多いとかとかが多かったんですけど、まあそういうとこ行くと街にいるのはほとんど外国人で、まあ逆に外国人はその中国のそのなんですかね自分の国と中国を比べて中国すごい安全じゃんって感じで安心してもう活動してるんですよ。でも中国人からしたらまあ初めてこう自分の国で一番拡大してまあいろんな人が死んだもう何人も何人も死んだ。それでも十すごく 恐怖を持ってるんでその時は逆に中国人の方が自粛しててもう街中にいるのは外国人みたいなそういう状態でしたねで僕もあのどっちかっていうと、まあ、外国人よりの考えだったんでもう中国もここ安心だと思って割と外出まくってましたねも,うもちろんマスクはその時全然つけなきゃいけなかったんですけどで だんだんそんな感じでそれが4月のことで、まあ、5月ぐらいになるともう中国人もだんだん普通に活動を再開してきましたねもちろんマスクは100%つけてた状態ですけどで、まあ、ほとんど収束と言っていいよ,よくなったのは僕は5月ぐらいだと思うんですけどもうゴールデンウィークとその辺はもう全然普通に活動してましたしで、まあ、そんな感じで活動し始めて、まあ、そのまま今9月になってどういう状況とうかというと、えー、まず地下鉄はマスク 必須ですもうあの改札であの荷物検査しなきゃいけないんですけど中国って地下鉄だから人が必ず立ってるんですねであの地下鉄のマスク着用率は100%ですでその地下鉄のその改札内に入ってもあのホームとかであのちょっとマスク外したりとかするともうすぐにあの駅員から注意されますもうマスクつけろってもうかなり強い口調で言われますねなんでまあ ちょっとこう物を食べたりとか飲み物飲んだりする時ぐらい一瞬外すのはいいんですけど、まあ、それぐらい徹底してマスクをつけなきゃいけないという条です。で逆にでも街中ではもうほとんどマスクはしなくていいって感じですね。あのもう普通にあの地下鉄乗らないあので外出だったらもうマスクしない人が多いです。という感じですね。まあ、正直言ってまあもうかなり こっちとしては、まあ、本当に日本の皆さんとか、まあ、今も苦しんでらっしゃる世界の方々には申し訳ないんですけど上海は完全に収束してあの普段の生活をもうここ数ヶ月取り戻していますなんで、あのー、そういう感じでしたもうほとんどマスクはあのー、地下鉄に乗る時のこう、まあ、ル,ール,ルールのためだけにやってるみたいな。 そういういノリです。なので僕もその外でブログ撮るときって全然マスクしてないと思うんですけど、まあ、それがもう全然平気な感じになってますでまあ僕いろ、まあ、んな意見があると思うんですけどそのまあ感染者数って実際にわからないじゃないですかもう調べたとしてもそれが本当かどうかわかんないしあるいはこう隠してるんじゃないかとそういうふうな意見の人ももちろん多いと思うんですよねただ僕自分で隔離されたいとか、まあ、そういう中国人の実際ので現地の人の気持ちとかそういう意見を聞いてたりとかすると まあ、実際に自分が隔離されて、どれだけ厳しいかとか、まあ、そういう現地の人のこう自粛的な。その考えとかも見てると、まあ、この収束っていうのはあながち間違っていない。まあ、おそらく本当に収束してるんだろうなというふうに感じます。で、今そのことを中国はかなり誇りに思っているような状態ですね。まあ、世界がこれだけ大変な状況になっているときに。まあ、自分たちはこれまでここぐらい努力して。 あのコロナを収束させることができた、まあ、そういうふうなムードになっていますなので、まあ、今、まあ、僕中国にいてあの日本の友達とかに聞かれることは「まあ中国コロナ大丈夫だろ」みたいな「コロナ気をつけてね」みたいな言われるんですけど、まあ、正直な話をするともう中国まあ僕が住んでるのは上海ですけどコロナはもう収束しています。普段通り全くく、えー、制限なく外出が できるという状態になっています、はい、なので、まあ、こういうふうに、まあ、こういう対策をできるっていうのは、まあまあ、中国がこういうふうにしてるから日本もそうしろとかそういうふうに、まあ、言いたくなる人もいるかもしれないんですけど、まあ、これは難しくてやっぱりこう国,の国としての体制が違うとやっぱりこう取れる対策も全然違ってくると思うんでもうあながちこの,この対策を日本でそのままできるかって言ったら全然できないはずなんですよね。 ただまあ今回の,そのコロナ収束という面に関してはまあコロナを収束を優先するか経済を優先するかといろいろ意見あるんですけどコロナを収束させるという目的関数を持った時にまあこの中国のやり方が一番効果があった早かった早く収束したという結論になったのではないでしょうか。とりあえず現地からえ今コロナの状況をまあシェアするという。 感じで、えー、この動画を撮りました。